心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回はメンタル不調は治りますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問はメンタル不調は治りますかというご質問になります。シンプルなお答えとしては、これは原因によって違ってきますという答えになります。まずはこのメンタル不調とはということですけども、これはもう何らかの精神疾患、心の病気に伴う精神状態の不調ということの意味になります。主に扱われる場面ではうつ病適応障害が多いと思われますけど、他の原因のこともあります。でその原因や背景によって、取る方法というのは変わってくるというところがあります。でこの治るというところ、3つ用語の定義があります。まずは寛解という言葉があります。これは薬を使った状態において症状がほぼなくなるというところになります。2つ目の治癒というのがあります。これは薬がない状態で症状がない、安定した状態が数ヶ月以上続くということになってきます。次の完治ですけど、これは先ほどの治癒の状態があって、かつ再発のリスクも十分に少ないという状態になります。これどこまで治るかというのは本当に病気によって違ってきます。で治る程度に関しては大きく4つに分かれます。まず1つ目はいわゆる完治の状態。2つ目が治癒の状態、再発にはちょっと注意が必要な状態。3つ目が寛解、薬を使って症状がない状態。で4つ目が症状が続いてしまうという場合になります。まず1つ目の完治ですけども、これはもう治癒、治ってかつ再発リスクが少ない時になります。これに対応するのが基本的な、いわゆるストレス反応、純粋な意味での適応障害になります。ただ適応障害でもうつ病に近い状態であったり、背景に発達障害などある時には必ずしも完治とは言えないところもあります。次の治癒になりますけれども、これは改善した後薬なしでも症状がないことは続く、ただし再発のリスクには注意が必要なものになります。ここで代表的なのがまずはうつ病、あとパニック障害、強迫性障害などがそこに該当するかと思います。3つ目は寛解になります。薬がある状態、薬を続けた状態で症状がほぼなくなるということになります。実際これやめてしまうとぶり返したりするので続けてくださいというものになります。代表的なものを見ると、まずは統合失調症、幻聴などが出るご病気になります。二つ目は、躁うつ病、うつとその逆の躁状態を繰り返す脳の不調になります。続いてが、持続してしまうというものになります。いろいろ工夫とか薬とか改善はし得るんだけども、いわゆる寛解までいかなくて、特性だったり症状が続くというものになります。代表的なものは、まずはいわゆる発達障害、よく ADHD、ASD と言いますけれども、例えば ADHD は薬はあるけれども、あくまで症状を特性を和らげるというところになりますので、基本的には続くものになります。あとはパーソナリティ障害。もちろんいろいろ向き合ったり、調整したりして良くなるんですけれども、ゼロになるかと言われると、やっぱり続くところがあるかと思います。ここで、診断、受け入れ、治療というところを見ていきますけれども、今見てきた中で、診断があって、それに対して、お薬だったり、いろいろ他の治療があります。そして治療によって、改善であったり、治癒というところを見込んでいきます。で、ここにおいて、治療を続けるには、病気を受け入れるというところが一つ大事になってきます。受け入れがあった上で治療を続けるという流れです。あとは、仮に治らなくても改善するというところがあります。先ほどのように症状が続くという病気があります。あとは、寛解すると言われる病気でも、症状の重さなどによっては一部症状残る場合はあり得ます。ただし、それでも治療は取り組みを続けることによって、治療しない状態と比べると改善することは大いに見込めることがあります。それによって、生活であったり社会適応であったりは大いに改善し得るというところがあります。なので、不調がもし続くということがあれば、受診してご相談していただくのも一つの案かなというふうに思います。今回はメンタル不調は治りますかということについて見てきました。メンタル不調はうつ病適応障害が多いですけど、他に様々なメンタル不調をきたす精神疾患があります。この診断によって治療法であったり、どこまで治るかというところは大いに変わってくるところがあります。ただし、仮にその治癒、治るところまでいかなくても、受け入れをしながら治療、取り組みを続けていくと、改善が見込めるところは大いにあります。なので、不調が続く場合は、ご相談いただいたり診断を受けるというのが選択肢になるんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると大変励みになります。